皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼ぐ教室集客のバイブルのテーマは、何でもやってますを断捨離しようというお話をしたいと思います。ウェブサイトの診断とか先生のお話とかいろいろ聞いてるとでですね、何でもやってます系のホームページもとても多いんです。これもやってる、あれもやってる、これもやってる、あれもやってるっていうことで、そうすると強みがやっぱり弱くなってしまうんですよね。見え方的にこの先生は何の専門家なんだろうっていうのが見ている人が迷ってしまうと選べない。だから選べないということは自動集客はしづらいということになります。とすると、まあ断捨離がどの道ね必要になりますね。強みを残して他のものを削ぎ落とす、実はこの作業がね結構大変なんですよ。なかなか大変です。そうですね、スティーブ・ジョブズとかもね、どれだけアイディアを、まあ、殺せるかが勝負だ、殺せって言葉はねちょっとあれなんですけど、まあ、捨てる、どれだけアイディアを捨てることができるかっていうのは非常に悩ましいところですね。これは私自身の課題でもあります。実際にいっぱいいろんなことやってますからね。で、多動力という多方面展開を同時にやっていくのはもちろん構わないんです。その中の生きるものをまた生かしていけばいいっていうこと。ただ一つの事業においてこれもやってる、あれもやってる、これもやってるっていうふうに言ってしまうと、その道の事業の部分においては専門家に見えにくい。だからこれはやってるけどこれはやってないっていう、あとは依頼された時にそれはできませんとかできないものですというそのくくりですね。本当はできるのかもしれないですけれども、それをやらない領域だということで断ることができるかできないかっていうのは非常に大きな、なんていうんですか、お客様に対しての特徴を見せていくポイントになります。だから例えばものすごくいろんな、そうですね、講座を展開している方でもこれとこれを組み合わせて一個にまとめられないかとか、そういった形でこうバラバラに展開しているものをより強みを強調するために組み合わせを考えてみるっていうのも一つの手かもしれません。なので断捨離っていうのはたまに教室を見直す上では必要な選択になって、何でもやってます風に見えているような教室のメニュー構成のところは要注意です。私の師匠に言われたのがですね、やっぱり松竹梅の法則ってわけじゃないんですけれども、3個ぐらいにシンプルに見え方を絞ると決めやすくなるっていう話は聞いたことがあります。結局人間って脳が疲れることを嫌がるので、選択肢が多すぎると嫌がってしまうらしいんです。だから親切だと思っていっぱい講座を用意するとむしろ決まらなくて、まあ松竹梅高い中ぐらい低いぐらいな感じで決めておくと高いのと中くらいぐらいが出ていくらしいです。実際にそれは私も体験してますけれどもね。なので断捨離っていうことを一つのテーマに講座の種類を見直してみるっていうこともおすすめします。ぜひ考えてみてください。それでは。